ああ、痛いな。こんすごいなこれ。痛い感じしないですけど。結構来てますね、高血糖。たまりに溜まってましたからね。お、むちゃむちゃつきますね。指開いてましたもんね。開いてましたね。で、耳つきますね。ハリケーンからこんにちは、美容ハリ上田です。今日はスペシャルゲストで元 J リーガーの竹岡優斗さんお越しいただいてます。よろしくお願いします。でもう早速なんですけど、結構体がボロボロと、はい、いい感じに、いい感じに。今あれですよね、お仕事で学会とかに行ったりとかして。そうです、ね、健康系に関わってるんですね。はい、健康とか再生美容とか行われてる仕事と近いんですね。そうですね、はい、一応再生医療の会社なので、はい、でもしかも出張でずっと立ってるとか結構大変ですよね。ちょうどこの間立ちっぱだったので、はい、もうまさにです。バキ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 です。首肩とか肩甲骨とかなんか来てますか？やっぱりこう現役の時はあんまりパソコンをずっとこう見るっていうのがなかったので、はいはい、基本的にはこうなるじゃないですか、はい、この辺がバキバキ、自分で押してもめちゃめちゃ痛いんで。あ、やばいですね。さっきお話聞いてたら自分でもなんか水玉もやってたと。やってましたね。あの奥様にもやってもらってたと、はい、ちょっとそれもやりながら、ね、今日はでもスペシャルなんですね、はい、結構アスリートの方にも人気の、はい、あるメソッドがあるんで、それまで結構体バーってパフォーマンス上がりますから。あ、できますね、はい、もう今日ご自宅まで走って帰るぐらいの勢いで。奥さんびっくりしますね。言えると思いますんで、早速やってみたいと思います、はい、それでは行こう。首肩、肩甲骨周りのですね、バキバキ感をちょっとチェックしたいんですけども、はい、で右左してみます。右向け右で、左向け左ですね。これ今、どっち、もう一回右向いてもらっていいですか？左の方が向かないですね、うん、結構無理してる感じですね。あと上向きとかどうですか？もうこっから痛い。全然上向けないですね。いけるんですけど痛いですね。この辺が何も、はい、何も痛くないのはこのぐらいまで。このぐらいですか？はい、でですね、今度は万歳してもらって、はい、手をくっつける感じで、これ楽にしてもらうと。なるほど。右の方がちょっと開いちゃってるんですね、はい、耳つけにくいですね。あ、ここつけにくいですね、もう。はい、右がいかない感じですね。ちょっと手合わせてもらうと、ここの手の指の左右差はないんですけど、全然伸びてないです、ね、はい、伸びないです。伸びないですね。伸びない感じが、右肩がちょっと硬いですね。じゃあ、はい、いや、そんな頑張らなくても大丈夫です。はい、肩甲骨剥がしですね。11円できるんです、はい、それもできるんですか？11円で11円で肩甲骨剥がしでですね、簡単な方法があって、10円と1円これ合わせます。10円と1円合わせます。で、ここにですね、右手がちょっとこう耳つきにくかったので、はい、この左手なんですね、左の手首の指2本ぐらいのところに10円を貼って、外観って言ってます、ね、この上に1円貼ります。これだけです。これでちょっと万歳してみてください。つきますね。あれ、ついてますよ。はい、ついてますね。はい、いい感じですね。なんか騙されたかも。ついてますね。ついてる、つくんですよ。楽にしていきます、ね、はい、あと次、楽なのがですね、上向き調子悪かったら、右の調子が悪いのも出てると思うんですよ。で、実はこの右膝のですね、足三里っていうところなんですけど、指3本ぐらい下の、ここにですね、ここに10円を貼って、その上に1円貼ります。足三里、これだけでもですね、首上行くようになります。行きますよね。行きますね。よくわかんないですけど行くんですよね。謎ですよね。じゃあちょっと撮ってみましょう。行きますね、うん、はい、じゃあ元に戻してみます、ね、この辺で感じますよ。感じます、はい、感じます感じます。わけわかんないですね。行くのは行くんですけど、はい、行ですね。でも張ってた時は普通に行きましたね。で、この足のツボね、ちょっとわかりにくいから、首の後ろに骨の出っ張りがあるんですけど、この上に10円を貼って1円を貼って、これだけで結構楽なんですね。楽なんですね。楽ですね、はい、これはツボ押しとか針を押しやすと一緒なんで、これだけなんですね。で、ちょっとね、11円を貼ったままちょっとサッカーしたら絶対落ちちゃうんで、落ちますね。この
イオン球ってこれぐらいの1ミリぐらいのがあるんで、こういうの貼っておくと結構楽になる。これ痛いところに貼っとくだけで、あと動き悪いところ、首とか貼るだけで。よくはい。でもしっかりと治療するともっと良くなると思いますので、はい、行きたいと思います。お願いします。それでは、こう。ここから施術していきますが、本来吸い玉の前がいいですけど、どれくらいおけつ溜まってるかをチェックしたいんで、先に吸い玉やります。本来はこっちを先にするんですけど、今日は超絶な平気行吸い込むっていうのがあるんで、こちらを使っていきます。筋肉が癒着してぐちゃぐちゃになってる、そこは活性酸素が溜まってて、でここに水素を塗ってあげると活性酸素とくっついて H2O に変わってスッとなってです、ね、筋膜が整って動きやすくなります。さっきちょっと左が行きにくかったんで、はい、チェックしますね。でこれちょっと左向いてもらって、この辺とか硬いですよね、結構ね。たこれこっちないじゃないですか、はい、こっちないです。たこれこれ塗ります。あーこれですね。こうするだけで特に指圧とかしなく、塗り込んでいくだけで深いところに入ってきます。あー実は粒子が細かいんで細胞膜とかも抜けていって、ね、細胞溶液とかも抜けていきます。あーこれで、あーあーいい感じ。はいですね、なくなりました。これで左向いてみてください。楽じゃないですかさっきの行ったっていうのも結構楽じゃないですか。いや、ないっすよ。ほんまにですよ、はい、でこれで活性酸素除去してかなり楽になった状態で針をしたりとか水玉をするとむちゃむちゃいいんですよ。もう全処置になるんで、すごい、はい、それではですね、首肩水玉していきますね。これがオイル塗ってですね、やっていきたいと思います。ではちょっとオイルで流します。では首肩のところですね、スライディングしていきますね。ちょっと弱めにしておきます、久々なんで。これ大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です。さすがですね、この肩甲骨周りと首と。大丈夫ですか？痛気持ちいいって痛気もぐらいですか？でもすでに出てきましたね、いろんなものが。めっちゃ痛いですね。痛いですか？これちょっとティアーズポイントに行ってもいいですか？はい、泣きのポイントなんですけど、これ大丈夫ですか？あ、そこ大丈夫ですね。あ、だ首周りのが痛いですね。首周りのが痛いです。この辺のが痛いですね。ここですか？はい。あ、痛いですね。痛いですね。はい。痛いですね。ふざけてると思われる。あ、痛いですね、これ。ちょっと抜けましょう。はい、これふざけてると思われるやろな。ほんまに座れて動かされたらめっちゃ痛かったですね。これちょっと脇が結構痛いです。あー痛いな、すっごい。これ痛い感じしないですけど、大丈夫ですか？我慢してる、ちょっと我慢してますね。すごいですね、懐かしい感じです。これ懐かしい感じ。いや、すっご、大丈夫ですか？すごいですね。すごいですか？あ、大丈夫ですか？はい、これ皆さんやってる時どんな感じなんですか？やっぱ悶絶してるんですか？僕はここ行くとベッドから落ちますね。でもここも最初一発目めっちゃ痛かったですよ。あ、痛、うわ痛、だいぶ来てますね。いや、もうこんなに顕著に痛み変わるもんですか？ちょっと圧を加えました。あー、すんご、もう罰ゲームになってますいい感じになってます。今週は久々ひどいシリーズが結構来てますね。受けつ溜まってますね。たまりに溜まってましたからね。じゃあしっかり受けつを上げていきたいと思いますので、首肩肩甲骨なんですね、それでは乗せていきます。大丈夫ですか？大丈夫です。もはやもう気持ちいいレベルです。あ、よかったです。取んないでください。結構取っこってるんで、来ましたね。うわ、ここで来てます。これね、
休みいただきます。5分経ちましたので水玉取っていきます。あ、結構まあまあ、あ、なかなか激しい感じです。いい色になってます、いいですね。全体的にとんでもない感じですね、これは。戦い終えた男になってます。じゃあこの後しっかり針をしていきます。その前にスイス今おけつがバッと上がってるんですよ。バッと取っちゃいますね。はい、では肩にスイスを注入していきますけど、これスコーナーのスイスですね。これガンガン入れていくと実は水玉いらないぐらいなんですね。中のおけつも全部この水素が除去してくれるんですよね。優秀っすね、水素、はい、青タン作んなくても実は大丈夫です、ね、めっちゃ青タンだらけの背中やのに今痛い思いしなくても実は取れちゃうんですね。取りたかったのに。あ、これでいいですね。あ、もうこれでもうどん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 筋膜リリースでいい感じになってますよ。振って変わって私服ですわ。私服ですか。はい、本当はこういうソフトなツールなんですけど、僕が普段やってる。これ結構いいハードやったな、さっき。ハードですよね。はい。まあ、裏メニューなんで。裏メニューですか、はい。ありがとうございます。あまり普段はやんなくてもいいですよって言ったんですけど、そう、水素やった方がいいですね。これはめっちゃエロいんですね。私服の時間ですね。はい、私服と激痛、どっちがいいですかね。いやー、まあ。結構でもね、痛いのは、ね、悪くないですね、激痛も。はい、辛いのが好きみたいな。ああ似てますね。刺激物、はい、刺激物的に。これはなんか VIP コースです、ある意味。おけつ出して水素もするとても至福の時間になっていただいて、たまんないですね。はい、こうですね。あ、これで入れてみますね。はい、これでもうどんどん緩んできますから。それでもいらないですよね、実は。おかしいな。おかしいな。でもあの水玉付きは VIP コース、そういうことですね、はい、治療プラス水玉プラス水玉、うちのもう最高級フルコース、フルコースですね。あと調子が入る、あ、いらないですね。でこれでお休みいただきます。7分経ちましたので、ちょっと拭き取っていきます。はい、これ熱いですか。いや大丈夫です。はい、だいぶ緩んでますね。これハリスです。最高っす、ね。はい。悶絶の後はご褒美が待ってるみたいな。悶絶してよかったー。よかったですか。で、あの最後に長いハリでですね。ああ、おかしいな。いや、大丈夫です。はい、ないです。では、首、肩、肩甲骨のハリをしていきます。首の後筋ですね、後頭下筋がちょっと深いところですね、しっかりとっていきますね。ちょっと響きの手前ぐらいにしておきますね、はい。あ、もうこれ本当に超絶深い針とかいらないですね、水素で取ってるんで。すごいですね、はあ、しっかり緩みますからね。でちゃんとインナーも緩むんで、水素を入れることに瞬時に終わる。だいぶこの滞りのところにちょっと針をね入れていきます。最高っすね、はい、これでちょっとだけ挟んで、はい、そんなに針は刺激少ないですね。うん、少ないですね、はい、ズトンはしないんで、はい、普通のコンディショニングの針だと結構太い針で刺激的なんですね。響きますね、はい、響くことが多いですね。多分マッサージで取り切れない深部の筋肉を針で取るみたいな、あ、そんな意味ですね。結構アグレッシブな針ですよね。どうしてもインナーの深いところを緩めたいときはしょうがないですけど、ね、はい、ということで7分お休みいただきます。では7分経ちました。首肩肩甲骨針取っていきます。はい、それでは動きチェックしていきたいと思います。むっちゃすっきりしますね。うん、すっきりしてますね。いや、ほんまにすっきりしたんですよ。むっちゃすっきりしますよね。すっきりしてるんですよ。さっきのって声の張りも違います。自分でわかります。全然エネルギー違いますね。さっきあのヒットポイント 30% してる。だいぶ回復しましたね、はい、ちょっと上向きとかどうですか。むちゃむちゃいきます、ね、いきますね。辛かったの大丈夫ですか。はい、はい、この辺であったんですけど、はい、いきますね。
首右左のところですか。あ、いいですね。あ、むちゃむちゃいくじゃないですか。はい、行きます、ね。腰いてなかったの。バンザイですね、バンザイ。お、むちゃむちゃつきますね。指が開いてましたもんね。開いてましたね。はい、で、耳つきますね。はい。どうですか、体感して。いや、でもほんとすっきりしてます、やっぱり今、はい、やっぱ違いを感じてますね。すごいな、でも。ただ、まあ、やっぱり刺激とかですね、やられてる感好きな方とかいるので、やっぱオーケストラがいいんですね。はい、もうフルコースです、今日は。すごい水素だけでも十分なんですけど、多分水素だけだとね、ふわっと終わっちゃうんですね。はい、ということで、今日はここまでになりますけども、まあね、首肩ですかね、こう背中とかこうバキバキ。で、うちは全身調整をして体調を整える。全体土台自律神経を整えて局所もやっていくの で首肩が辛いからって首肩だけの治療とかないので、基本的に背中とか、ね、足とかも全部整えますので、メインです。首肩とか肩甲骨まで調子悪いなという方はお問い合わせいただければと思います。うちの家は横浜元町と銀座にありますので、概要欄の LINE からお問い合わせいただければと思います。またこの施術はですね、大体僕の会員さんで450人ぐらいですので、北海道から沖縄までですね、あと台湾に1名とスペインに1名おりますので、お問い合わせいただければなと思います。他にもセルフケアの動画ですとか施術の動画を配信しています、ね、ご覧いただければと思います。また竹岡さんのインスタも貼っておきますので、もうすっきりしたお顔の後のもう映える写真ぜひ見ていただければなと思います。はい、ということでチャンネル登録高評価の方で応援よろしくお願いします。はい、楽ですよ、最初で。まあ、まだまともな治療してない。すごいすごい。すごいすごい、言い過ぎて。すごいの乱用してます。マジですごいです。